8時2週分から配信する。うんうん、はあ、ギリギリまで配信終わってすぐに家を出る。うんえ、でも明日間に合いそう。でも家遠いからわからない。でも本当に夜まで仕事なので、まあ一応念のため配信ね、一応ね。まあ自分も安心だし。うん、じゃあ明日8時20分から8時20分から配信します。明日何の仕事、秘密秘密なんですけど、でも今めっちゃ疲れた。多分お風呂入ってすぐに寝れるでも明日はまあ明日はじゃあ、でも明日の仕事まだ準備してないから、うん、もう明日もっと早く起きまーすうん、秘密主義じゃなくて、まあね、仕事だからまだ秘密なんです。秘密というか言えるかどうかわからないんですけど、うん、だから言わないもう疲れた。今日は2回こう、めっちゃ疲れた。本当にめっちゃ疲れたなんか前もう2回公演あるんけど、なんか今日はなんか疲れた。本当に明日はきっと筋肉痛、ぎっと筋肉痛。正しい判断？ぎっと筋肉痛になる。そう、全力出した。でも前も全力打ったけど、なんか本当に今日は始まる前もなんかきっと筋肉痛気がするそう、でも明日多分1日経ちますかな。明日の仕事は多分1日わからないけどやったことないから、でもまあありそう、なんか1日経ってかな。ふわー、疲れピヨこの誰でも使ってないかな、この日本語。疲れピヨ、そう、もう本当にほら、なんか髪の毛はめっちゃ汚くなってるし、メイクもボロボロ、2回公演だから。そう、初めて聞いた、初めて言ったはあ、ボロボロ、メイクめっちゃボロボロじゃん今は。めっちゃ髪の毛もね、もうさっきツイートに載せた写真ね、
本当に2回公演終わってあの状態になりました。今と同じだけど、今もそうだけど、そうめっちゃくちゃ疲れた。うん、そうですか、そうですよ。じゃあちょっと眠い。昨日は5時間半くらい寝ました。今日の公演は前普段よりちょっと早いから、うん、でも早い方が好き。配信もよい、あのさっきはちょっとカンフィに行ったから、だから20分になったんけど、うん、でもなんかね、早く帰ったらまあ22時できますねって言われちゃったきり。だからじゃあ20分配信しようかなと思って、すいません。うん、そう、ヨーグルト買いに来ました。ね、明日はなんかね、忙しいから多分ご飯を買う時間がないから、じゃあ今日はコンビニで買おうかなと思ったんですけど、さっきコンビニ行って、あのパンはそんなに美味しくなさそう。気になってるパンがなかったので、そう、明日はまあ明日乗り換えの時駅の中で買おう。パンかっこなく。もうなんかせっかくだから、せっかなんか前も言ったんですけど、ね、普段はあんまりコンビニの食べ物食べてないじゃん。でまあせっかくコンビニの食べ物を買ったら、じゃあねちゃんと好きなものを買いたい。わかるかな。もし生きるために食べるものだったらスーパーで買う。でもまあせっかくコンビニだから、じゃあ好きなもの買う。うん、なんか気持ちわかる？気持ちわかるのかな。この普通のパンだったらね、スーパーで買ってね、スーパーで買う。え、わからない、わかるよね。そう、せっかくコンビニ、まあ、コンビニね、ね。そう、スーパー安いし、特に田舎のスーパーめっちゃ安い。イエーイ。そう、同じものなのに違うね。さすがです。そう。まあ一人暮らしだからね。そう、同じものなのにコンビニとスーパー違うね。と思う。まあまあそれはそうですね。
何星になったよ。うんね、でもコンビニ駅のでもどうしよう、明日パンかな、パンとか、あでもあでもでもでもコンビニのサンドイッチめっちゃ美味しい、コンビニのサンドイッチ美味しい、これはほんとに美味しい。コンビニのサンドイッチめっちゃ美味しくない？めっちゃ美味しいね。うん、そう、なんかなんでだろう、めっちゃなんでだろう。めっちゃ美味しい、めっちゃ好き。うん、とかコンビニでもポテトサラダも好きで、コンビニの揚げ物も好き。でも駅の中のコンビニは揚げ物ないかな、ないよね、ないね。それでも明日のあの駅の違う、わからない。一日なんでだろう。朝コンビニ、朝コンビニ揚げ物ない？へえ、そうなの？ひーひーへえ、ないの？ふわ、これ知らなかった。夜でもない、てんてんてん。はあ、はあ、準備中が多い。そうだね、肉まんだったらパン買う。肉まんよりパン。うん、どうしようかな、明日何買おうかな、悩む。あ、でも今日あのクレープちょっと食べました。あのまあ2回公演ね、ちょっと朝はちょっとあの状態になって、ちょっと自分へのご褒美、ちょっとパンあのクレープ1個食べました。めっちゃ美味しかった、さすが。プリンはあの卵あプリンを食べましたね。あれは本当に美味しい、あれは差し入れなんですけど、めっちゃ美味しい。へへ。もうこれまあ太っちゃうね。でも明日頑張ります、ダイエットも頑張ります。ふう、でも眠い、めっちゃ眠い、今めちゃくちゃ眠い。はあ、疲れたし眠い、もうあくびすぐに出ちゃうくらい眠い。うん、はい、おやすみって、ありがとうございます。でも本当にね、37分、まあそろそろかな、インスタまだ投稿してないし、眠い。本当にすぐにあくびできるよ。今の状態は。でも公演はめちゃくちゃ楽しい。今日は結構なんか敦貴たちが来てくれて嬉しい、本当に。敦貴たちに会えて、うん。あくびしてやだー。うん、でもすぐにできるけど。あ、もうダメ、もうみんなあくびしていいよって言ってくれたら、逆に本当に、逆にじゃなくてね、本当にあくびしたくなっちゃう。うん、ダメ、頑張りますね。でも
まあ、今日の配信は本当にちょっとだけの配信したいし、明日は8時20分朝ね、8時20分配信します。どうしよう、夜配信はできると思うけど、明日は夜配信はできると思うんですけど、明日に家に帰ったら、でも家に帰ったら多分23時23家、23時半くらい、あ、そんなことないらしい、ちょっと待ってね、あ、23、まあ、23時になるけど、でも心配性だから、本当に心配性だから、ね、8時20分配信します。で、どうしよう、でも明後日も多分ちょっと早いかも、じゃあ明日夜します配信は、いい？明日朝8時20分します。本当に早く家に着いたら、本当に我慢できなくて、皆さんと会いたくて配信したかったら、まあストーリーも言う、ストーリーとか設定もするけど、どうしよう、でも、ま、なんか厚木が待ってくれるのはちょっと申し訳ないから、好きじゃないんですけど、そう、急にあのね、ね、急に配信になっちゃうから、まあどうしよう、でもどうしよう、まあとりあえず今は朝配信だけの予定です、すいません、そう、いいですよって、みんな優しい、めっちゃ優しい、じゃあ、あとで設定するね、じゃあ今日のハショルームもそろそろここで終わりますよ、じゃあ皆さん見てくれてありがとうございます。じゃあランキングいきますよ、おうおうおう、じゃあ13位から、13位ははいよ13位はタカさんです、ありがとうございます12位はカタさんです、ありがとうございます。11位、はあ、私大丈夫かな、11位はミッチーさんです、ありがとうございます。はい、10位はトラさんです、ありがとうございますトラさんかわいい、じゃあ続きます、次は9位はマークさんです、ありがとうございます。8位はキヨマロです。ありがとうございます。サラヘヨー。はい、じゃあ続きます。7位。7位は、サンドイッチが大好きさん。ありがとうございます。あれ今日、ひろきちさんいないの？いない。いないね。あ、サンドイッチが大好きさん。ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。サンドイッチが大好きお兄ちゃんかな、はい、じゃあ進みます。はい、6位は浅香さんです。公園入るときおしゃれなマチャリありがとうございます。あ、今日の公園の MC たっちゃんがね、なんかね、あの洋服おしゃれていてくれて嬉しいよじゃあ続きます。5位はシギさんです。2回公演お疲れ様でした。今日はゆっくり休んでくださいね。
ゆっくり休みます。ありがとうございます。じゃあ続きます。次は4位かな。4位はカラブさんです。ありがとうございます。公演お疲れ様。マチャリに近くでガン見できて、オレピオチーム4の人のチーム4の人生の先輩活躍を楽しみにしてるで、ありがとうございます。でも1列目だったのね。すごかった。本当に目の前ですよ。嬉しかった。本当にあのいつも素敵な、え、ありがとうございます。うん、本当にね、あのちゃんと踊る時もちゃんと絵を見えてめっちゃ嬉しい。なんか厚木とあのユニット曲をマジで書いてくださってありがとうございます。本当に目1列目だから、で真ん中のけなんか結構真ん中の1列目だから、めっちゃいい位置じゃないですか。私も感心しやすい位置なんですけど、はい感心しやすい、そうですね。じゃあ続きます。3位はリニアさんです。2回声お疲れ様でした。マシャリンがキラキラしてて俺美容、今日はゆっくり休んでね。ありがとうございます。リニアさんもありがとうございます。びっくりしました。本当にびっくりしました。ありがとうございます。うわ俺美容、もう本当に今日は俺ピヨなことめっちゃあります。めっちゃ疲れてるけど。はい、じゃあ続きます。次はゆっちーさんです。ありがとうございます。2回公演お疲れ、配信お疲れ様。疲れてる時はゆっくり休んでね。優しい、本当にみんな優しい。ありがとうございます。後でインスタ投稿してお風呂入って爆睡します。はい、ありがとうございます。じゃあ最後1位は注意です。公演お疲れ様でした。今日の MC 最高に、ありがとうございます。俺ピヨね、うん、好きだからいつも勝手に待っているのかな。そんな気にしないで。でもね、なんかでも明日夜は間に合うと思う。間に合うと思う。でも明日夜間に合うと思う。でも心配、本当に心配性だから、なんか間に合わなかった。本当にそれできないから、だからとりあえず朝も配信しようかなと思うんですけどね。じゃあ朝を明日ね、なんか配信するかどうか、またあのインスタのストーリーに載せるから、ちゃんとなんか申し訳ないですけど、でもありがとうございますね。明日は、あ、ちょっと危ない。明日は朝8時20分またここで配信しますので、ぜひ明日も見てくださいね。ね、で後でマチャリンはあのインスタに投稿するから、ぜひ見てくださいね。そしてツイッターも、ツイッター最近本当にちょっと寂しいなと思うよ。インスタは頑張ってるけど、でもやっぱりツイッターはね、毎日も投稿してるから、ぜひ毎日見てください。うん、じゃあまた後でインスタ見てね。インスタ載せたら、私もちょっと本当にちょっと限界なので、めちゃくちゃ本当に今すぐあくびできるよ。ね、じゃあまた明日8時20分ここに集合。バイバイ、おやすみなさい。